皆様こんにちは。本日はですね、また昨日に引き続きですね、こちらのですねネタをやってみたいと思いますが、これ昨日ご紹介したダイソーさんのマイクロファイバー布巾ですね布巾なんですよ。これ布巾用に開発されたもので、今回はですね、まあどんな方向性でいこうかなと思ってですね、こちらでございますよ。こちらいつも私がご紹介しているショップタオルでございます。基本的にですね、このダイソーさんの布巾っていうのは、ショップタオルよりもちょっと大きいのかな?こんな感じです。なんとなくもうイメージお分かりだと思いますが、まあ一回りぐらい大きい、二回りぐらい大きいのかな?というような製品でございますね。で、私はですね、今までこちらのね、ショップタオル、これをですね、強くね、推薦しておりました。それはなぜかというと、もう最大の理由っていうのは、このショップタオルっていうのはですね、ボディを拭いていて、皆様も感じられたと思いますが、手にボディの表面のザラッとした感じがすごく伝わるでしょう。これがね、もうショップタオルの最大のアドバンテージなんですよ。要は、今現実にボディがですね、どんな状態になっているかっていうのを拭きながらですね、教えてくれるんですね。なので、ちょっとザラッと感が強いな、音でもね、わかりますからね。ザラッとしたところを拭いた時には、さーっとなんか音がしますでしょ、こいつ。で、なおかつ、手の方にインフォメーションとしてザラザラザラッとした感じが伝わるんですね。なので、人間が犯すであろうミスを最大限カバーしてくれながら、作業を進めるということができて、すごくですね、まあ、重宝しておりました。で、私がですね、今までマイクロファイバーをなぜご紹介しなかったかっていうとですね、マイクロファイバーって別に悪いって意味じゃないですよ。私はいつも常々、ね、ページで言っておりますが、このマイクロファイバー、マイクロファイバーはですね、皆さんお持ちの方はお分かりだと思いますが、すごく独特の、この、なんて言いますかね、手触り。柔らかいですね。すごくタッチがいい。なので、ちょっとね、この柔らかさがゆえに、ボディ側の状況が伝わってこないんですよ。なのでお使いになるときは、拭いてるときにね、ザーッと拭いてるときに、ここに溜まった砂とか、またはボディの方の状況が悪いにもかかわらず、ザーッと拭いてて、で、どん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 ですね、こっちに汚れが移ってきて、それをまた押し付けているっていうようなことになってくると、こういう弾力があるマイクロファイバーでもダメなんですよ。で、ショップタオルはそのときどうするかって言ったら、もう諦めて、新しいものに変えるでしょ。捨ててね。なので、そこでアドバンテージが出ますよということをご紹介してたんですね。で、まあ昨今ですね、環境問題とかいろいろとね、ございまして、まあ、CO2 を削減するということがもう世界ではね、声高に言われておりまして、で、こういう紙のものというのも、あんまり無駄に使うのも良くないと。ゼロにはできないけども、まあ、無駄な使い方はやめましょうというようなことがね、言われておりますので、なんとかですね、私が、今まで進めてきてた中での一連の作業の中に、マイクロファイバーを一回プロセス上かまそうということをですね、今回はやってみたいと思います。で、これはですね、なぜこのコラボがうまく成立するかといえば、やっぱりですね、こいつの存在でございます。 GT です。 GT があることによって非常にですね、このコラボレーションがうまくいくぞということで、今回はですね、この方法をご紹介したいと思います。で、砂が乗っていても使えるというふうにわざわざ設計したのは、これはどういうことかというと、これはもともと水がベースですから、まあ水洗車を簡単に安全にできないかということなんですね。で、もちろんここで以前やっていたそのハケ洗車ができる方は全然それをそのまま続けてくださればいいんですが、なかなかですね、時間がないという方がいらっしゃるわけですね。で、そういう方のためにも GT は作ったんですが、これね、今ね、もう見ていただくとね、わかると思いますが、この GT ね、こうやって吹きかけるとね、もうザーッとですね、汚れにね、染み込んでいくんですよ。これがね、重要なんですね。砂にね、しっかりと染み込んでいかないと、
傷防止にはならないですね。で、砂とかにより頑身するためにはどうしたらいいかということで、この小麦粉と水をまずはベースに作ってるわけなんですが、大きくですね、ザラッと感じるような汚れを取るときは、やっぱりショップタオル。これはですね、外せないですね。だから一段目は、ショップタオルで拭いていただくのがいいでしょうねと。例えばですね、GT をね、拭きかけて、で、こう拭くときね、ちょっと音聞いてください。どうですかね。と、まあ、汚れがですね、ショップタオルに引っかかるときの音がね、サラッサラってしますでしょ。それともう一つ手の方に伝わる感触ですね。それがあって、で、このショップタオルの手に教えてくれるボディの状況をですね、やっぱり一番最初に感じておかないと危ないので、一発目はですね、やっぱりショップタオルでやっていただくというのがね、いいんですね。で、まあ一通り拭きましたと。そしたらですね、次に、このダイソーマイクロファイバー布巾をですね、使っていただくわけですね。ここまで来た状態で使うんだったらば、非常に有機的に使えるんですね。もうね、ザラッと感はほとんど最初にショップタオルで取ってますので、伝わってこないわけですね。で、マイクロファイバーの特徴的な、その、吸水力だとか、それから、このマイクロファイバー自体が、結構ね、ホコリをキャッチするような、まあ、鋭利な角度になってるって言った方がいいですかね。もちろん、こういうのに、傷をつけるレベルではないんですが、ホコリをキャッチするという意味での、非常に特徴的な、構造がございますので、それを利用して、取っていこうという感じなんですね。シリコンのムラとかも一瞬で当然ながらマイクロファイバーで消えてるわけですね。で、一つだけ難点といえば、このマイクロファイバーっていうのはすごく取れすぎちゃうんですよ。なのでシリコンがね、もちろん残ってくれなければ意味がないので、マイクロファイバーは1回拭きぐらいでね、とどめておくといいんですね。で、そうするとこのようにですね、水をかけてもこれちゃんと、こんな霧吹きの弱いですね、水でも、まん丸の撥水になってますでしょ。なので、皆さんね、マイクロファイバーとかを使うときもね、ちょっと使いすぎの部分があるんですね。まあ、逆に言えばですね、こういうね、方向性を見出すために、一生懸命、ショップタオルをお使いになってやってくださる方もですね、たくさんいらっしゃって、で、両方うまい具合にですね、接中できないかと。マイクロファイバーで取り切らないようにして、なおかつショップタオルも削減しようというのが今回の狙いなんですよ。なので、こんなね、なるいミストですわ。ね、霧吹きのシュッシュぐらいで、これだけのもう撥水がですね、完璧に起こると。なので、その、使う回数をですね、うまくね、調整すればね、もう完璧な仕上がり、撥水処理ができるということですね。ご協力いただくとね、いいですね。で、こんなにちょっと塗っただけで、GT でこれだけの撥水ができるということが分かれば、もう十分でしょ。なので、うまくですね、もうショップタオルと、それからマイクロファイバーを、回数制限でね、使っていこうという感じなんですね。で、昨日ですね、ご紹介した、ダイソーの、このソフトバスケット、こちらでございますね。まだタグつけたままですが。これ白の方がね、こうやって水を入れた時に分かりやすいんでいいんですが、先ほどね、このショップタオルで一発目はもちろん拭きましたので、ショップタオルの方にほとんどね、砂がいっておりますので、2回目の時に使ったマイクロファイバーっていうのは、もうほとんどね、汚れないわけですよ。ねえ。どうですか？ね、下にも砂とかも落ちませんでしょ。だから、かなり一段目のショップタオルで相当砂は抑えることができると。で、ただ油断していると危ないので、この水を確実に用意していただいて、マイクロファイバーは
使ったらゆすぐ、使ったらゆすぐという作戦で、2回目以降のですね、拭き取りをやっていただければ、ショップタオルは半分以下にね、削減することができますんで、なのでこうやって見ていただいても、ほとんどですね、砂らしきもの落ちないでしょ？もちろん微量なものはあると思いますが、砂利とかが見えるような感じではございませんね。皆様、やっぱりマストっていうのはですね、この水玉でございますね。こういう風に、俺はしたいんだと。でもならないけどどうしてだと、よく、ご質問いただきますが。まあ、いろいろとですね、これからね、やっていっていただければ、こんなことは簡単でございますので、すぐできるようになるんですが、まあ、今回ね、なぜマイクロファイバーを出してきたかっていうと、要はマイクロファイバーで取りすぎちゃうと、こういう風にならないんですよ、現実には。だから、ムラが嫌で、マイクロファイバーは逆に言うとよく取れるもんだから、最初はシリコン塗っても、マイクロファイバーで全部取っちゃって、で、結局は眼振するのにも時間が遅れていくというようなことが起きちゃうんで、じゃあ、ということでね、まあ、ショップタオルも使いたいんだけども、まあ、コストもかかるし、CO2 の問題というか、温暖化の問題で、あんまりペーパーも無駄にしてはいけないでしょうということが今後言われてくるとですね、まあ、使いにくいというか、まあ、もったいないというね、感覚が起きると思いますので、このショップタオルを1段目で使っていただくのは、まあ、マストというかね、傷がつきにくくするにはもう仕方ないと。で、そこで、今度2段目以降は、GT でもう、かなりですね、ぐずぐずっていうか、柔らかくなってる汚れなんかは、マイクロファイバーでザッと取ってしまえばいいので、で、そうすると、強くね、マイクロファイバーを何回も何回もかけなければ、シリコンもそんな取れていかないので、こういうね、今お見せしたような、こうまん丸なね、こういう撥水がすぐにできますよっていうお話なんですね。なんで、以前の私の論法でいけば、まああんまり取らないようにするためには、ずっとですね、ショップタオルを全工程で使ってやっていってくださいねというお話をいたしましたが、まあ今後いろんな諸事情のためにですね、考えていけば、コラボレーションした方がいいのではないかということでね、今回はこういう映像をね、作りました。で、このマイクロファイバー自身を使うと、じゃあ CO2 の削減になるのかとかって言われると、これも難しいですね。これやっぱりナイロン系のものでございますので、製造するのに何かしらの CO2 が発生しているとは思います。まあ、もっと広く言えば自動車自体が CO2 のね、塊でございますので、そういう点ではね、どこからどこまで、例えばハイブリッドにしたからって言って、じゃあ製造する時の CO2 はどうなってんだとか言って、いろいろ議論あるじゃないですか。公害対策っていう意味で、広い意味で言うとね、いろんな議論が起こりますので、まあ今回はね、まあとにかく物理的にショップタオルの量を削減しつつ、効果的なですね、輝きと、それからまあこういう水玉をですね、うまくね、作っていこうという試みでございますんでね。まあいろいろとですね、工夫することがお好きな方がたくさんいらっしゃいますんでね、この手のお話というのはすぐにですね、皆様もお気づきいただいて、トライしていただけると思いますので、まあ何せ、このダイソーの、これ例えばですね、洗うのめんどくさいからどんどんチェンジしていこうと。で、後でまとめて、洗濯機でね、洗おうというふうにお考えの方もいらっしゃると思うんですね。そうすると、例えばですね、これ50枚買っても3000円でお釣りいきますよね。おそらくね。2枚100円なんで。なんで、まあ、それぐらいのコストだということをお考えいただくとね、いいですね。で、もっと安いものがあるぞとかで、今度はそういうこと言うと言われるんですが、この自動車に使ってみて、もうなかなかこの、いつもね、ご紹介しているショップタオルと、それから私のページで取り扱っているこの GT ですね、コミコ X1GT とのコラボレーションとしては非常にうまくいっているので、まあダイソーさんがですね、途中で製品仕様を変えたりなんかするとうまくいかなくなるかもしれないですよ。ただ、まあ私もウォッチしておりますんでね、なるべくそういうことがあったら、まだ早めに皆さんに別のものをお伝えするか、逆に言えばもっとね、良くなったよと。いうお話になるかもしれませんしね。というような時代でございますので、まあ、製品仕様というのはコロコロ変わりますんでね、なかなか安定したのをやろうと思うと難しいんですが、
まあ今回はこのコミコ X1 GT とすごくコラボレーションがいいぞということで、このショップタオルは一発目に使っていただいて、その後はこのダイソーさんのですね、マイクロファイバー付近を使っていただくとうまくいくぞというお話でございました。ということで、昨日に引き続きまたですね、ちょっと X1 ネタをね、やってみましたが、まあ、結構ね、ご質問があるんで、いろいろと、いろんなね、ご質問にお答えしていくような構成にしていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。